久保さん。まあ影響力があったらね、一瞬ですね。一瞬。あの、ヒカルくんがコラボして、一瞬で、たった2本ぐらいの動画で、<laughs> ね、5億円とかね、靴とか服とか売ってますけど、<laughs> 2本の動画で5億とかね。<laughs> どうすかね <laughs> うん。まあ影響力。まあヒカルくんも言ってましたけど、とにかく影響力が欲しいと。 うんまあ、僕は、あのー、影響力よりかは、なんだろうな。何力かな。自分力ですかね。<laughs> 影響力より自分のパワーが欲しいですね。自分のパワーって何かっていうと、自分の人生を生き抜くパワーですね。うん、影響力より、えー、自分の人生を生き抜くパワーがあれば、それでいいかなと思います。ただし、そのパワーが強ければ、結局、 うーん影響力が出るっていう話なんですけどね。うん。まあ、少なくても、まあ、今回鹿児島合宿参加された方も僕に影響されて、えー、来てます。相当ね、僕の動画見てますね。いろんな動画。なんかちょいちょいこう話してるんですけど、その動画も見てんのみたいな。それも見てんのみたいな。<laughs> 見すぎでしょっていうぐらい、なんかいろいろ知ってて、ちょっと気持ち悪いぐらいでしたね。 そんな細かいところまで知ってんのみたいなね。うん。ちょびっくりしましたね。うん、まあ自分がそのどういうものを身につけたいのか、スキルをつけたいのかっていうのは人それぞれ各々あると思うんですけど、僕はまあそういうことですよね。なぜならば、あー自分の人生は自分しかあ一歩踏み出せないので、その一歩を踏み出す勇気。 自自分自身で作っていくパワーを作っていく一歩を踏み出せるパワーがあったをあればまあなんとかなるかなと思いますねうーん、まあ、結局その多くの人は僕は思うんですけど自分自身に負けちゃってると思うんですよねうんだからライバルっていうのはいないんですよ自分です自分がライバルだと思いますうーん己に勝つのかだからあのうーん あともう一歩っていうね、この、この限界を一歩でも踏み出せるかっていう、ここっていうのは自分に勝てるかどうかなんですよ。10歩、ね、なんか、まあ、0.01ミリで話しましたけど、10歩先に行けって話じゃなくて、半歩でもいいし、一歩でもいいわけですよ。でもその一歩っていうのは間違いなく、あ自分に勝てるかどうかの、ただその瀬戸際かなと思いますね。うん、ただその瀬戸際に勝てるんであるならば、 自分は成長ししていくだろうし逆にその一歩を踏み出せない人はうん全く成長しないだろうしあー変わってないうん。だから自分を変えたいんだったら収入を変えたいんだったら今日の一歩を変えることですね。いってらっしゃい。